というわけで、前回終わったんですけど、なんか流れが来ている気がしましてね、流れが来ているという言葉をね、皆さんのそう脳内辞書で調べてみてください。経験則のね、皆さんの思い出のメモリーに残る、なんでしょう、辞書によると、流れが来ているとは、流れが来ていない人が主に用いる用語である。引き際がなくなっているのではないかと思われますね。はい、まああと一体が、これでカタリナの予備としては一体確保した感じになります。カタリナ自身もオリジナル装備持ってるんですよね。なので後々来るであろう継承素材として、まあ2体分ぐらいなら持っててもいいかなという感じですけど、それ以上はダメです本当に。なのでまあこれで1体出たんで、ちょっと場を和ませたところでね、もう皆さんにこの最後にはガッツポーズするところをお見せしますよ。こんだけ引いてんだから1体ぐらい速さ個体引くでしょうよね。え、贅沢言ってない。もうこの際攻撃下がっててもいいわ。あ、よくないです、それはよくないです。攻撃下がってない方がいいな。頼むよ。怖くなってきたね。青を引いてる余裕はない。今は赤のお時間だ。赤の時間だっつってるでしょうがよ。まあ大紋章くれるなら許さないこともない。あ、攻め立てだ、ありがとう。これは嬉しい。青で数少ない私にとっての当たりですね。さあ、すでに何動画目なんだろうね、忘れました。4動画目かな、多分。ルーク、ルーク、なんだっけ、大爆死、ルーク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 、セシリア、セシリアじゃない、カタリナで今回はこれか。なるほど。では、勝利しちゃおっか。勝利しちゃおっか、今回で。もう最終回です。もう指パッチンが同時に出てくる。ロイ君は最高級継承素材なので別に問題はありません。人によってはカタリナよりこっちの方が嬉しいとかもあるかもしれないぐらいの、まあ、指パッチンはロイ君だったか、まあいいでしょう。前回は短めだった気がするので今回多めに撮ります。いや、そんなの関係ないんですよ。私自身ね、録画で一番楽しみにしているのはこの後何が起こるのか。私自身も楽しみにしているわけですよ。できれば皆さんにもそうあってほしい。なので動画時間で悟らせないぞ。例えばですよ、この青を引いたらね、突然のラインハルト、ダイムサンダーがこんにちはするんですよ。ならなかった。しかも指で、あ、ちなみに指パッチンはあまりしない方がいいらしいですよ。それはね、なんか思いっきりひねって音出してるわけじゃないですか。痛いよ。人によっては痛く感じますよね。私も昔はそうだった。しかも綺麗に鳴らせねえし。それではもう手拍子。はいはい、カタリナでした。はい、カタリナに今切り替えました。ちょっとどいてそこみたいな感じで割り込みカタリナ現象が発生しましたよ皆さん。あれ、闘牛救援さんですね。実は攻撃の威嚇も持ってます。悪くはないと思う。攻撃の威嚇は何といっても範囲が広くてね、というかスタミナ使えや、そろ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 使えや。あー、やばいわ、変なこと言ったから。私の美しい音色にカタリナちゃんが萎縮して出てこなくなったじゃないか。噛んだじゃねえかよ、もうどうしてくれんの。お願いします。はい、流れは来ているよ。はい、パオラ、パオラ、パオラは飛行の紋章を持ってるし月光も持ってます。なので強い。何気に結構高級なやっぱ素材が多いですね、赤は。うん、強いスキル2つ持ってるのは当たり前だもんな。エリュットもそうですし、エリュットは斧殺しの2までと馬の紋章ですもんね。そう考えると高級品だ。はい、サーリャさん、この方はね、ラウアブレードに復讐持ってる。ほんと、すごいね。こうしてみると。うん。素材としてマジで強いわ、赤。頼むべー、頼むべー、頼むべー。はい。
リリナ、うん、なんかいいキャラばっか出ますね今回。お、攻撃上昇、速さ低下か、イストいいかもしれない、これにしようかな。不思議な人、あ、どうも。速さ捨てた方がいいかもしれないんですよね、リリナさん。25ぐらいでしたっけ基準値。イスト下げてしまってみたいな。耐久面捨てるとしたら魔法ですよね。はい、全部バフった。魔導士トリオ揃っちゃう。あ、違います。まあでも美少女が揃ったのでいいんじゃないですかね。はい、フィルさんはすり抜けですよね。すり抜けの使い道はまだ見えぬ。お、今回はこれで終わりにしましょうか。キリがいいね。まあ一体ぐらいは出るでしょう。よし、と言ってももうオーブだいぶ溶けてるからね。撤退のし、お、あー、クロムは今なら嬉しい、天空くれますからね。羽2万払って天空継承するっていうのはちょっとかなりコストパフォーマンス悪そうなんで避けたいところですが。さて皆さんは連戦マップ5万を超えてから、まあ超えてない人もいるかもしれません、まだまだ回ってますでしょうか。私は5万を超えた瞬間にサボりました。ふっ、レベリングの方が大事だぜ。まあ老老も来てますしね、老老逃したらちょっとめんどくさそうだし、今はそっちにかかってる人も多いんじゃないでしょう。カタリナ、そっちか、まあいいでしょう。ってなるともういないわな、そんな期待できないもん、そんな期待しちゃダメだもん。はい、期待しちゃっていいんですか。ああ、だから紛らわしいからマント吐いてこいって言ったじゃないですか前回さ。まあ確率ちょっと上がってそうなんで青もいっておきましょう。まあでもね、この青からは輝きを感じないな。エストかな、あれエストだと思ったんだけど、体当たりさんでは、あ、シャニーだ。ああ、ありがとう、攻め立て、ありがとう。攻め立て持ってるの本当はあなたぐらいだから、まあ悪くはないですね。OK です、終わりましょうか。ありがとうございました。